はいといとうわけで、えー、クラッシュ167、11月16日、ラ楽園ホール大会、全試合をりまして、まああの、総評という形でしゃべらせていただきます、まあ、今回あの、まずですねあの昨日の公式計量で、石郷慶斗選手、あとガブリエル・デ・ラモス選手、2試合が、まあ、計量、クリアできなかったということで、まあ、あのそういったし、ね、結果になって、グローブハンデだったりとか、 ね、原点からのスタートになって、まあね、24選手のうち2選手、まあ、あの申し訳ありませんでした、まあ、そういった中で興行、まあ、を行ったんですけど、まあ、今日の結構、本戦からいくとポイントになったのが第一試合の,あの木村もな選手あのボクシングから来てです、ねまあ、記者会見出てもらったり、まあ、メディアさんでもね煽ってもらったりした結果 1>, うん、1ラウンド、KO 勝利はインパクトありましたねだから、今日の大会第1試合にして彼女がね1ラウンドで KO で勝ってそこから、まあ、第2試合、第3試合と結構ね、ね、あのー、お客さんが客席が盛り上がるような試合をね第二試合、第3試合もやってくれて、まああのー、いい空気を作ってくれたかなと思いますい改めてやっぱ第1試合木村選手に、えー、荻原選手をねやってもらって、えー、試合順をね 1> 第1試合に決めたマッチメーカー藤前君の勝利かなと思いますで第2試合、宮、え、城、ー、選手が勝ったんですけどすごくいい試合でだからこそやっぱり1号が軽量クリアできなかったのが惜しいですねだからやっぱりあのこればっかりはね人間だから、ね、失敗はあるんですけどあのじゃあはい、わかり OK ですっていうんじゃなくてやっぱり軽量オーバーした選手は。 一定期間は、ね、マッチメイクしないということで決まりになっているので、まあ、半年ぐらいはちょっと石郷選手九州の方で頑張ってもらうかって感じですけどあの試合自体は本当にいい試合でした、みなぎ君も、ねあのー、里見君の同じジムということで、ね、ここでやっぱり負けられないというところで頑張ったところもあったのかなと思います、いい試合でしたあとは3試合目、エルト君宇沢選手との競り合いを、ねまあ、4ラウンド延長で倒して勝った。 これも自信になったとと思いますねあと第4試合があの40歳の松本君と斉藤君が38歳ですかで斉藤君がもともと今回の試合を現役最後ってね言っててただ、最後も判定まで頑張ったし松本君はねあの僕はねあのもちろん40歳と38歳っていうのはあるんですけど松本君、また判定かっていうのがありますねあのいっつもそうなんですよね。 あのたまに KO で負けるたまに判定で負ける勝つとき必ず100%判定っていうのがまた松本君だったんでここはね、あの試合後、ね、抱き合って泣いてましたけど斉藤を倒してね、単価で運ばれるぐらいの,、ね、あの勝負見せて欲しかったですねやめてく人間を2本足で帰らせるんじゃなくて松本は人の良さというか決め手のなさっていうのが40歳にしても変わらずだったなと思います。はい あと第5試合、第6試合はスーパーライトとあのライトがね続いたんですけど川崎君が見事でしたねあの岩崎君が前回の試合の勝ちっぷり見ると雑賀ジムに入って雑賀君もねあの試合前にまあ見ててくださいって川崎倒したら大したもんだなと思ったけど川崎君、踏ん張りましたね大阪でなかなか試合感覚空いちゃうんですけどね彼は久々に出てきてもやっぱり安定してるというか強いですね。だから 今年ね10月の K1 大阪大会はなかったんですけど来年ねクラッシュで大阪やろうっていう中で川崎くんはやっぱり地元でねあのクラッシュでいいカード組めればなと思いましたあのお見事でしたあとはえっ、ー、とダブルクシャがライト級僕も本当に今回名インベントと昨日も話したんですけどやっぱり川対長澤っていう試合が結構ポイントかなと思っていてまあ結果的に長澤くんがねあの踏ん張って 2戦目で、ね、勝利を飾ったんですけど河原田君がずっと連勝しててこのところ、ね、勝ち星から遠ざかってて福岡では勝ったんだよねだから、暮らして K‐1 で,、ねあのでね、勝ち星遠ざかってますけど僕はなんかその今日見る限りではあまり間を置かずに河、ね、原田君まだ出てきてほしいなと思いましたね、ここでまたちょっとね悩むよりもあのダメージないんだったら、うん、次こそ、うん、ですね。 体はあの僕は見捨ててないですよ、はい、長澤はやっぱりここで、あのなんだろうし、しぶとく勝ったことが自信になるかな、来年つながったかなと、だからやっぱお互いね、崖っぷちっていったらあれだけど、負けられない勝負だったんですけど、長澤君もね、たくさんやっぱりね、子どもたちとか、教えてる子どもたちですかね、応援来てる中で勝って、ほっとしたんじゃないですかね、来年勝負ですね。 あとが休憩明けの,あの3試合、やっぱり池内選手が力強くなってましたね、あおり V でも腰をねやってしまって、その後ね調子良くなって、自信をつけて、久々の試合だったんですけど、の膝もう彼女の代名詞というか、武器になっていくんじゃないですかね、やっぱりあの膝っていうのは見応えありました、あのチェ・ウンジ選手は、もともとやっぱり韓国の選手だし、キャリアもあるからね。 ガッツがあってあそこで一回目飛んだけどね、あのー、食らいついてきて最終的には、ねあのー、ストップ早いじゃないかみたいな本人の気持ちあったでしょうけどあそこはまああのー、レフリーの判断なんでもうこれしょうがないですけどチェ・ウンジ選手もまた見てみたい選手ですねだから、ね、今回、ね、クラッシア初参戦で負けてしまったんですけどあの選手は間違いなく強いと思うしイケヨ選手がこれで8連勝かな。 8戦8勝うん、で昨うちょっとあの会見の途中にちょっとね相手選手がコメントしてる時に池内選手ちょっとぼーっとしてたんで「池内選手って佐生選手とやりたいの?」とか言った突然すごい顔して「私はやりたいです」みたいな顔して「だ佐生選手やりたいんだったらどんどん言った方がいいよ」って言ったら「ファイヤー」かなんか言って帰ってたんで <laughs> あれがね <laughs> あれなんで「ファイヤー」って「ファイヤー」っていうのは行ってるんですか それもパワーオブドリームがなんかそういうあみんなファイヤーって言うんだあ古川さんが言えって言って,の言ってるの池内選手が言うのみんな言うのファイヤー大仁田じゃないの <laughs> <laughs> まあでもね突然言ったんでびっくりしましたけど、ね、ああいうのもどん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 池内選手は本当に笑顔がね素敵だしあのこれで。 外国人選手を倒したのはすごく自信になると思いますねだから腰の調子はねどうかわかんないですけどまた、あのー、来年も頑張ってほしいですあと松谷選手相手選手のオーバーだったりね、あのー、でグローブハンデでね、あのー、いらないって言ったりまあ、あのー、僕も浦部会長通じてのやり取りですけど 気持ちの強さというか菅原選手とやりたいっていうのも前々からアピールあるしどん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 ん言った方がいいと思うんですよねだからあの女子大会、来年これはあの小鈴選手、木村選手池内選手松谷選手4連続 KO でしょでこの日にやっぱり思ったことをパッと言えることを言えないことリング上でやっぱりお客さんを、ね、味方につけてああいうふうに言って既成事実作ったんで。 これはあのー、やりたいですねやりますとはまだ言えませんけどなんか女の子女子選手だけの大会ってねだから先にもうやることを決めてそこに何を乗っけていくか普通に考えたらできないですね普通に考えたらコラケンホールーいっぱいになるかって勝負になると思うんですよだからねただそこをね知恵絞ってこうすればこことこうこうこうすればはっきり言って僕らも。あの 金儲けでやっているのでお金儲からないとやっぱりあの選手にファイトマネー払えないですしうんボランティアではできないしね国がね赤字補填してくれるわけでもないですからあのしっかり黒字にすることができるかをみんなで考えたいですねやっぱり儲からないとやりました、ド赤字でした2回目ないですというよりは2回目、3回目できるようなことを考えて女子ができるか。 考えてみたいと思います年内のテーマにしたいと思います気持ち的にはやっぱりやりたいですねやるべきだと思いました、うん、あのー、もうちょっと選手が育ってからというよりはやっぱこういうのはノリが一番大事なんで僕はなんか今松谷が乗って池内がね勝ってで木村もな選手がデビューして高梨ナックル美穂選手も来年早々復帰がほぼいけるということなんではい 五反田の秋元玲奈が、はい、もう今年かなと思ったんですよ来年はもう行けますんでっていう言葉をいただいてるんで、うん、あので彼女がミニマムで戻ってきたらまた面白いですしあのそういう流れを作っていければいいなと思いますね。はいでもイベントあの里見君はさっきは、ね、倒せなくてすいませんでしたよと言われたんですけど非常にいい名イベントだったと思いますね。あの危なっかししいいいのがいいしあの 他のね、ライト級チャンピオンがじゃあライト級の選手が、ね、トップ選手がアーロン・クラークとあれだけお客さんを沸かすことができるかというところであのいい仕事をしたと思います。うん、アーロン・クラークももちろんいい選手だしあの悔しがってたしまた、ね、あのアーロン・クラーク選手3回目の来日はあると思うんですけどやっぱ今日は里く君いい仕事しましたね。 やっぱり女子選手がね2連続 KO で休憩明け続いてる中でここっていうのはあったけどあれはねアーロン・クラークが本当頑張ったと思うしいい目イベントだったと思いますあのお客さんのあのこうなんだろう脇が全てだったかなそれはもう第一試合の木村選手に始まりね休憩明けの池内選手松谷選手がいい空気作っての里見だったしあのあれがね9時20分過ぎたらお客さんも疲れててあれでしょうけどテンポよくね 休憩明けに試合が KOKO KO でいったからお客さんも、ね、あのいいノリで里見選手の試合を見ていただいたし、うん、いい仕事をしたと思いますだから、あの今日ねライト級でいうと長澤とあの里見が生き残ってで、川原田君と、ね、アーロン・クラークが敗れてしまったんですけど、まあ、彼らも含めたライト級というのが、ね、また楽しみになりましたねだから1週間後の大岩、名古屋ですね。 あの試合もやっぱり今日のね、あの里見アーロンと同じぐらい楽しみだし、僕は2試合つながってると思ってるんで、まあ、今度は大岩が名古屋を締められるかなっていうところですね、はい。どうか、まあ、そうですね、そういう感じですかね、き、まあ、今日はでもお客さんもねあの、たくさん入ってくれて、8割5分ぐらいですか、まあ、入ってくれて、あとは12月、残すところ、好楽園は12月とですね。はいで 1>, 1月のカードも今月中にはね、出していきますんで1月もちょっといいカードが決まりつつあって、まあ、名古屋が終わったらすぐ会見なりやって11月のうちに発表してで12月8日という感じで流れ作っていきたいと思います、はい、来年12本あの何やればいいかあの一生懸命考えてるんでご期待くださいじゃあ里く君はそろそろ準備いいかなありがとうございました なんかもうあれだよドームのライブが女の子たちがまだ帰んないからあの子たち居酒屋に来るんでしょうかねそれからお茶飲んで帰るんでしょうかね水道橋駅前どうなっているか気になるところですけどひとまずありがとうございました。